さあ始まった。さあもはやこれは騙しコースなのか。上から降ってくる敵をどんどんかわしていかん。覚えげえじゃん。バブルを3体かわした後に右に行く。これで大丈夫なの。梅干しやもうわからん。どうすらいいかわかんない。落ちてくる罠どもを覚えればそんなに難しいコースじゃないはずなんだ。ここは左で大丈夫。そしてもう弾が来たらそんなん避けれませんけど。ここどこで感じるブロック。ここで大丈夫か。もう一回か。左でかわしたら大丈夫だったよな。で次はどうだったっけ。あ、火だね。この火をかわして何長っ。え、まだ落ちてくんの。右のコイン取らなきゃゴールできないんだけど。やめてくれよ。ビームを飛ばすなんてさ、お前もやめろって。ゴールできる。あの子にとってゴールできる。もう何もすんだよ。頼む。なんかせ、このハテナブロックの中に行きや。おかしいって。なんなんその。これヒップドロップできんの。できるけど変なところにもブロック出てきたな。この辺に。うわ、やっぱり受けるよね。え、どうなってんだろうねこれ。いやまだ生きれるよ。よし待ちなさい。これどうやって叩くんだろうな。これ絶対無理じゃん叩くの。しかもさ、おかしいおかしい、見て見て、ゴールを壁付けしてる。絶対右の真ん中にワンナップが隠されてると思うよ。こっからヒップドロップしながらちょいちょい右に行ってみようか。なんだこれ。この辺がめっちゃ怪しいんだよな。ここまでブロックがある。この辺に隠しブロックがあるみたい。攻略を見つけたぞ。ここで隠しブロックを叩いた瞬間すぐワンナップ取る。でこれゴールできるかだよな。さっき壁ずりしてなかった。できるんかい。全然簡単にクリアしたぜ。さあこのドクロリフトに乗っていくんじゃないの。え、これ、あ、なるほど、そういうことか。ドクロリフトに乗ってコインを集めろってこういうことか。だからタイミングよくジャンプしないとコインも取れないし向こう側まで渡れませんよみたいな。いや面白いねこれ。いつかコインを取り逃しそうな気するな。で今度はコイン2つ、いけるか。よし。いやこれマジでおもろいね。でこれ早めに乗っちゃった方がいいのかな。今度高くない、これいけるかな。あ、2つひっついてんだドクロリフトが。ありがてえ。じゃあ今度は3つってことはめちゃめちゃ深いんじゃない。それか右側に来るか。あ、深そうな感じ。よしよしよし。であと3枚、あと3枚だったらもうなんだお前。そんなところに息アップ隠すなって。で今度は遅い。うわ、遅かったらめちゃめちゃ難しいとかかな。めっちゃ簡単。このガモン全員倒さなくちゃいけないの。どうやって。あ、これヨルスキンか。いやわけわからんて。敵をかわしたところでこの敵をついてくるんだよね。あ、この下に行けっちゅうことか。ということで一番最初にブラバの下をくぐってみます。そして一番右まで行っちゃおうか。ここら辺に行ったら安全なんじゃない。で敵をかわすでしょ。わ、めっちゃ倒してくれんじゃん。やって、やっちまった。これ相当気持ちいいね。かなり爽快ですよ。よく考えられてんな。でここに寄っておけば大丈夫。いや大丈夫じゃねえな。あと何体、あと6体か。自力で倒せってか。敵をいいところに出すね。この辺でジャンプしておいたら敵、あ、めっちゃいなくなった。あと何体、あと4体だったらいけません。一番右でジャンプしておけばかなりの量のガボンを倒してくれるっていうのは分かった。いけよし、あと2体ぐらいまで行ってほしいね。でこれであと3体か。3体だったら絶対いけるよ。ここでジャンプ。どっからヒップ耐久しようか。多分1の1だったらここが一番高いところで、こっからヒップ耐久し続ければ大丈夫みたいな。いや結構ヒップ耐久上手くなってるような気するもんな。で次はここ右バネがあるじゃねえか。あのバネ使えてか。それを早く言わんか。申し訳ないけどヒップ耐久してる時は黙ってていいかな。今ちょっと喋りまくってるかもしんないけど次からちょっと黙らせてもらうわ。でこの次のバネだよな。こっからビヨーンからのマリオの真似していこうか。うわぁ、やっほー。これ作った人頭おかしいんじゃない。僕から言われたくないですよね。頼む、ここさえ越えればもうすぐゴールなんだ。次は、次の高い場所はどこ。ナイスマネ。いや、このマネは最後のこのバネさえヒップ耐久できれば来た来た。ゴールはゴールできる。頼む、届けー。
こっから本番開始っていう感じか。いや6つ、これ6つっていうかさ、さっきコイン取ってるけどこれクリアできんのかな。この敵は倒してもいい？いやダメだっけ。じゃあこの敵を倒したらいけないっちゅう感じでしょ。マリエ、このノコノコは踏んではいいよな。むずいむずい。なにこれ、この動く竜とノリーンパー弾けれるよ。もういいって、絶対無理じゃんって。こんなのいけるか。よし右、おい、もう済むのか。ダメ、右の鍵のところまで行っちゃう。でここはノコノコ踏まないようにしようか。うわこれむずくない、こっから。いやむずいって。ユタ、あのね、フラワーの間に入った方がいいと思うんだよな。頼む、入れさせて。吐き出せ。ちょっと集中するわ。こっか、来い、よしよしよし、てっ、はい、やったさあ始まった。こんなからなちょっとおしゃれか。このバブルをかわせばいいだけ。そういうコースだ。あっちだ。初段をかわすのはそんなに難しくないと思うんだよな。でこっからよ、問題はここで何もむずすぎか。初段かわした後どうするかだよね。砲台でひっついてたら出ないから一番下ひっついておこうか。勢いでいけるんかな。勢いでいっちゃってみようか。ここからダッシュしていいの。こう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 、いけるんかい。さあ運んでいこうか。ゴール条件が、ちょ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 、バス様とピー様。いや最初はああなっちゃうって。どこに落ちてくるかわかんないじゃん、この2つのアイテム。これ最後まで運ぶのめちゃめちゃ難しいんじゃない。で時間は30秒あるのか。でゴール条件、あー待ってよ、こんくらいのスピードでいいのかな。歩いた方が結構楽なんだけど、これ以上早くできないより、あ重なったこれ実質1個じゃん。これ2つ運べる必要ないじゃんか。じゃあこれだったら簡単にクリアできちゃうんでねえの。で残り13秒、最速が25秒ぐらいだったから、もうすぐゴールがあるよ。ほらほらゴールが見えた。でこれどうすればいいの、叩けばいいのかな。おいちょっと待てよ。ここはジャンプしてここの P スイッチを踏む。おしおし、いいところに引っかかったね。でこれジャンプ、うん、これは水中じゃないの。え下は意味わからんって。じゃあ隠しブロックかな。右ギリギリで叩いてみようか。あれ隠しブロックないの。え、ちょ、何かからくりがあるはずだ。左の方に隠しブロックは、隠しブロックは全部なさそうな感じだな。ってことはこうこうじゃねえんだよ。右ギリギリでジャンプしてみようか。勢いつけて右でジャンプ。それやめて。これさ、ナットみたいな部分があるじゃん。あそこの裏にツタが隠されてるとか、そういうことなんじゃん。やっぱりだよそれさえ分かっちまえば、もうこっちもなんか右進めないよどうしよう、これえ、ジャンプしていける。はい、面白いじゃねえか。これは右の岸に渡るのが難しいだけのコース。慎重に行こう。たったのワンジャンプじゃないか。どこにジャンプしてんだよ。多分こっから右を失敗したら落ちると思うんで、ジャンプからの右、やったこの鉄球を運んでいけっていうコースだと思うんだけど、これは普通に、あ、結構簡単なんじゃない。クリア率がさ 0.00% だったから、いっていねえあー待ちなさい、向きます。あれでゆっくり行けばいいんだ。さあさあその調子、いいぞマリー、そのまま最後まで行ってくれ。え、ちょっとクリボ邪魔だな。お前も邪魔だよ、張ってな。今までやってきた1の1の中でトップ25ぐらいに入るぐらいマジで楽しいね。ちょ、いやこれどうにかしていけないかな。ちょ、お前何もかもぶっ壊すだって。こっからなにをしようとしてんだよ。ここを越えたらね、そんなに難しくはないと思うんだけど。よしよしよし、来た、いいぞいいぞ、そのままゴールまで行ってくれ。これもらっただろ。いけいけいけ、もうゴールまで何もかもぶっ壊せ。くそまあこれゴールできるよなさあ始まった。これ全部バブルなのね、やっぱり。で時間は10秒しかない。いやこれ結構早く行かないといけないんじゃない。ギャ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 、やばっか。まず最初のバブル避ける。そしてこっからどうするかだよな。タイミングバッチリ。バブル避けるタイミングを覚えないけんね。最初のバブル避けて、でこっからだよな。こっから。いやいいよいいよ。でこのまんま見や。そもそもよ、時間が10秒しかないから早く行かせて。やっぱり最初のバブル避けなきゃいけないっぽいね。で避けた後にノンストップで行ってみようか。これがこのコースの攻略法だ。見たか。なぜ右に行き過ぎたらいけないんだね。てっぺんからゴールしようか。それでゴールできるっていうのは分かった。次こそゴールしてみせるぜ。やっぱりこのコイン取らなくちゃいけないよな。いやでもどうやって取れる未来が
が見えねえんだけど。まあいいか、一旦ジャンプしてみようか。ですよね。多分だけど、ほんと左の崖ギリギリ、ここキワキワでジャンプしなきゃいけないんじゃない？ここやると思ったよ。ジャンプ中にもう一回ジャンプボタンを押すことによってマリオの滞空時間が長くなるんだよね。この滞空時間を長くするやつができたらコインを取ってゴールできると思うんだよな。頼む、行ってくれ。もう行ってくれ。もうやめていい？これ結構やってるんだけどマジで全然クリアできないの。本当に難しいよこれ。もうマリメスらやめろ。奇跡でも何でもいいから、もう二度とこんなコースしないから、一回だけでいいんだ。手当たっちゃったやんか。絶対頭がつくギリギリで空中浮遊の技で合ってると思うんだよな。これ以外に取り方がないもんね。 B スイッチを持ったままゴール。これさ、この隙間何なんだろうね。これが気になるっちゃけど、なんもないかい。この B スイッチをどんどん投げ続けて上に登れってこと？むずすぎか。壁キックした瞬間に B スイッチを持ってみようか。あ、持てるんだ。持ってて、こっからどうするかだよね。壁キックして投げる。戻ってきて、ピー様。一個ずつ入れてってみようか。こういう風に入れていけば簡単にクリアできる。来た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 、攻略を見つけたぞ。今落ちてった時時間ギリギリじゃなかった？まあまあ、上に行ってどうするかだけ先に調べておこうか。こっからもう一回同じこと、これでいいんじゃない？なんでよ。これ以外いないと思うんだけど。ここだよな。あ、わかったわかった、最後の一投げいらなかったんだ。これでゴールができると思っておりません。あんなちょっとのことでね、時間短縮ができるなんてこれこっちも思っちゃいませんよ。だがやってみなきゃわからないんだ。いけー。さあ、このブンブンを踏んでいけばいいだけなんだけど、高くない？いや、ちょ、お前ブンブン食うなよ。ちょっとこのグリマンジュが。ブンブンってさ、攻撃してくるよね。その攻撃してくるときにめっちゃジャンプしてたような気するんだけど。いや、はしゃぐなって。ジャンプせえよ。どうにかして攻撃してくる方法ないのかな。そう、そうそう、それそれそれ。だからもう一回頭かせ。キモすぎー。一回まず踏むでしょ。で、ブンブンが攻撃してくるとき、このときらへんにここお前引っかかってんじゃねえよ。いや、もう一回いけるか。お前帰れ。一番右に来させておいて、こっから大ジャンプしないかな。いいタイミングで。めちゃめちゃいいじゃん。攻略を見つけたぞ。みんな分かったかもしれん。ブンブンを踏んだ後、なんだお前。今イレギュラーが起きてしまいましたけど、ここでブンブンを踏んでマリオを近づかせることによっていい位置でジャンプしてくれるみたいな、多分そんな感じだと思うんだよね。もう一回ジャンプして。いやまずどこにあるかだね。見えて、ここ。うまくない？一発でこれは。いや、これさ、見た目以上に結構難しいわ。簡単な方法とかないかな。この赤ブロックのところで大ジャンからの右。この下手くそ。自力で行ってみせるさ。ここまでは全然いい。こっからなんだよな、問題が。めちゃめちゃ難しいの。はい、吐き出せ。右に行き過ぎないようにします。もう怖くてね、もう喋れないのよ。よしよしよし。で、戻るのキッズ。これさ、左の方が難しい説あるよね。いつも右に進むばっかりだからさ。はい、もう嫌だ。どうせ喋んなくてもテクニックっていうのは変わらないんだ。ならば常に喋り続けていこうじゃないか。それが今俺にできることだ。あと一回ここ。よししゃこの度数が右に来るかどうかが問題なんだよな。さあ、ドアに入ってってみようか。で、右に逃げます。やっぱこっち来るよな。で、この度数登れてか。これめっちゃ説明文に一度乗ったら簡単みたいなこと書いてたから、これ、いや、一回乗ったやんか。話が違うじゃねえか。一回乗った後もスピード調整をして何度も乗り続けなきゃいけない。そういうことだろ。せっかく今一回乗ったのに。はっしゃいけ。もういいって、早くクリアさせてよ。親父が親父ストーカーするのやめろって。ここ、いけ、やめか。別に最初から乗ろうとしなくていいんだ。最後ら辺で乗ることさえできれば、あとはスピンジャンプの勢いでいけるんじゃない。このブランコに乗りつつ、いや、乗れないんだけど。え、このブランコ乗れないの？え、ちょ、乗せろって。わかんねえ。やっと乗れたね。でも時間が足りませんよ。まずどっから乗れるか探さないけんね。この場所だったら乗れるか。だから、この場所で乗り降り C の勢いをつけて右にジャンプ。もうこれ以外痛いと思うんだよな。ありよった。でもね、もう乗れる場所さえ分かっちまえば、もうこっちのもんよ。ここで勢いをつける。もうどんくらい勢い、いや、これ結構いい勢いなんじゃない。ちょ、乗せろって。
このブランコ全く言うことを聞かねえぜ。3回ぐらい勢いをつけてみようけ。2、3、これでめちゃめちゃ勢いついたんじゃない。もらったー、マリーの玉をな。これね、見た目以上にめちゃめちゃシビアなんだけど、3回勢いをつけることは絶対合ってると思うんだよな。で、一番上の方からいけるんかい。さあ蜂を30体倒してからゴール。これどうすんの、お前帰ってやって。左から抜けれそうじゃなかった。ここ一マス空いちゃったような気するんだけど。あ、やっぱ抜けれるよね。で、この蜂たちを全部倒していけばいいと。なんだよダッサ、お前は左に来ないのか、ビビらせやがって。じゃあ、あとは蜂を殲滅するだけ。今15体、これ足りるかな。あっち左行ってない、大丈夫。お前どこ行ってんだよ、全然足りませんよ。いや、行ける、期待させんぞ。なら蜂が左に行かないようにするにはどうしたらいいか分かりません。一番左全員倒してみようか。左倒して倒して、ヒップドロップして、下のになるのこれさ、左で倒すのがなかなか難しいね。だからなるべく右にやりたいんだよな、この蜂たちを。で、広い場所で倒すみたいな。でもね、そうしたら左に行っちゃうんだよな。いや、ここ開けたら、いや、これはもう全然余裕だろ。お前こっちに来いって、こっち来いって、早く。よし、喧嘩せんだって。もうさあ、ここで1匹残り倒せ、ゴー。さあ始まった。まずこのオンオフをされちゃった。難しいんじゃないこれ。あ、いやいや、ちょっと待ってくれ。これを何回も繰り返したってか。タイミングよく、どうかしてるさ。でも、もうなんとなく感覚は掴んできたよ。どこが？これね、ジャンプするタイミングっていうのは一定感覚だと思うんだけど、上下に調整しなくちゃいけないっていうところが難しいんだよな。で、時間が20秒だったからそんなに長くないと思う。いや、これ線見えたね。いけるんじゃない。もう いけレディゴ、穴行きぐらいいっちゃう。レディゴ、レディゴ、うわ、穴行きです。こんなのね、真面目に喋ってればじゃあちゃんとクリアしていきますよ。大事なところって噛むなって。いや、こっからなんだよな。なんか難しくなるんだよね、多分緊張で。やっと、なんか、うわー、ちょっと下の方行ってみようか。上の方さ、50コインがあるからそっちの方に目がくらんでしまったけど、ここで下の方から行ってみる。いや、下の方行ったらさ、最後ゴールできないとか、そんなことなかった。めちゃめちゃ簡単に倒せるんじゃないの、このブラパって。普通投げてみるよ。何やったんだお前。投げて倒せないっていうことが分かった。ならどうするかよ。こう。だってそれ以外ないんだもん。このスキンだったら上投げできるから、上投げで倒せますみたいな。ギリギリでパワーブロックを置くことによってブラパを倒せるんじゃない、ここ。いや、ちょっと待ってよ。どっか行け。あえて何もしないでみる。そうするとパワーブロックに当たってやられるとかはないよね。一番左まで来た時に乗せてみる。はいはいはい、これで今日見つけたぞ。ブラパの上にパワーブロックが一瞬乗っちゃうときあったやん。その一瞬乗っちゃうときにジャン。あ、違うの。いや待てよ、ここでブラパカッパパパになるの。全然喋れてねえけど、乗るってことは乗せるように投げれば大丈夫。わっ、マリアマリア、初っ端ジャンプしてみようか。ジャンプ C の壁キックでどんどん上に登ることができるんだ。で、こっから上に行けませんけど、上に行くところまでは絶対合ってる。こっからどうするかだよな。あ、今度は隙間ができてくれたね。こっから上にジャンプして壁キックしてみようか。無理。このピンを右に投げるみたいな、そして右にどんどん壁を作っていけば多分いけ。全然いけねえよ。でもピン邪魔せんなって。もうやだこのコース。これさ、最初右行ったらどうなる。右行ってジャンプしたら、あ、一マス分は稼げたね。で、こっから、あ、こっからもう右から取れないのか。左から取りの右に投げ、あ、これいけそうな気しない。これを何回か繰り返したらいけるみたいな。よしよしよし、あと2個ぐらいは重ねたらいけそうな気するんだよな。あと1個、よっ。これいったんじゃない。こっからちょっと集中させて、いけしゃー。さあ始まった。このターン、ここでジャンプして避ける。あ、これでいいんじゃない。めちゃめちゃいなくなったね。で、こっから、あっ、あっ、はこの弾抜けるのがマジで難しいの。ゴー、よしよし、で、何回受けるか。よし、神回避が続いてる。これ何回もやると無理だって。右に行こうか。お前真ん中のドスを一旦左にやる。そして、いや、お前も来んのか。いや、これチャンスなんじゃない。頼む、おー、いけー、やってたー。分かったよ、下のドスをわざわざ左にやらなくていいんだ。下のドスを左にやらなくていいんだ。なんで一回言ったんだよ。ここでジャンプ。お前は誰だ。やっぱり下のドス持ってくるわ。早めに持って、あ、早めに持ってきたら
いいのか。そしてこっから、でもこれで完全に攻略も分かってないね。これさ、下のドッスン2体があるじゃん、一番右のあのドッスン2体を来させておきたいと思ったら真ん中がいなくなったね。え、これワンチャンゴールできるんじゃない？これめちゃめちゃチャンス、いやー。 P スイッチを30秒以内に全部踏めと、そういうコースですね。もうバネ邪魔すんなって、まあ、バネが邪魔してくるのは分かってましたけど、もうむずい。バネっていうのが難しいんだよな。ちょっとでも当たっちゃうと左に飛ばされるからさ、そうならないように左上ギリギリに乗る必要がある。これがマジでめちゃめちゃ難しいのよ。あ、これもさ、一個ずつ行っていいんじゃない？最終的に9秒余っちょけばいいだけの話だよな。残り何秒？残り12秒。頼む。ただもう頂上が見えてきた。そんなに長くないぞこのコース。今上行けそうじゃなかった？あれ、これ上行ける感じですか？これ上行けたらめっちゃ簡単じゃない？ここで B ちゃんをかまして、あ、行けちゃった。こんなんでゴールしていいのか。まあまあこれも攻略法だよな。普通にこの間隙間入るでしょ。でこっからなんだよな。これ絶対針に当たっちゃうんじゃないの？ですよね。これむずいって。ここまでは全然いいんだよな。こっからしゃがんで左押しっぱしたまんまジャンプ。もう左押しっぱもしない。逆に走っててみようか。この隙間に入った瞬間走る。いけるわけねえだろ。こっからしゃがんで左押しっぱしのちょん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 っていけると思うんだよな。ちょん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 でいけるっていうのは分かってない。ここ右右右右まで行って右右右ギロチン、真ん中よりの右側にしてみようか。こっからしゃがんで左押しっぱからのちょんちょんちょん。攻略を見つけたぞ。だから2個行って2個行こうか。全部通していく必要はないんだ。こっからちょんちょん、これマジでね、ちょ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 、よしよしよし。でもう一回2個行ければ待てないんだよな。まあ何もなかったら全然簡単だとは思うんだけど、マグマが上がってくんだね。まあそれでもですよ、さっさと右に行っちゃって全部コインを回収すれば一番下取れませんけど。いや最初突っ走ってもさ、ここ止まっちゃうからコインが取れないんだよな。やめろ、帰れ。下のコインをどうやって取ろうか。ここのコインさえ取ることができたら、はいはいはい、攻略を見つけたぞ。斜めだ、下からコインを取るんじゃなくて斜めからコインを取ることないだろ。それが簡単にできたら苦労しませんよね。見てろ、全集中するぜ。ここから斜め入れ、斜め入れ、斜めゴール。まあこの1の1はね、石魚花バカタレ。え、この1の1ってトロールコースなの？ただのスピランなのかな？それとも矢印の通り行ったら大丈夫みたいな。おやじさん兄弟、すいません、矢印の通り行ってなかったですね。いや違うんだって。これね、クリア率の割に意外と難しいかもしんない。ちゃんと矢印だけを見ていこう。ここは下に行けば大丈夫。で今度は上、ナイス。で今度は右、ジャンプぐらいせ。さっきさ、ブラパがいたからビビってジャンプできなかったんだけど、ここはちょびじゃんで大丈夫。さあ矢印の通り綺麗に行っちゃってるよ。で魚邪魔すんなよ絶対に。でこれ右下でいいのか。ダンダクサマ。え、最後ゴールじゃないの？てっきりゴールと思ったって。ここ引っかかってしまったな。これでいけるのか？大丈夫？敵4日まで。地味に難しいんだよなこのコース。一度でもつまずくと終わっちゃうのよ。ならジャンプしないで土管に入れたら。来た、いけんのか？なんか来いよ。まずこの甲羅を投げるのがヒントみたいなこと書いてたから、一旦投げてみようか。でパワーブロックも発動させなきゃいけない。全然わかりませんよ。え、マジでどうすんのこの甲羅を持った。それはもはや想定外。こっから投げた瞬間右ダッシュしてみようか。待ちなさい、この矢印の下らへんから投げてこう。頭パッカーン。走る場所より投げる場所がめちゃめちゃ問題になってくると思う。こう、この矢印の下から走って、この木があるじゃん、この木のところで投げてみる。はい、ダメ。でもめっちゃ惜しかったね。もうちょっと先で投げてみようか。この辺か。来た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 。キャー。やると思ったよ。パワーブロックを発動してゴールっていうのがいい味出してるよな。だがもう分かった。何が？これさ、行ける前提でブレーキをしろっていうのがマジで難しいのよ。来た、やった。さあ始まった。このブランコ、このブランコ意味ないってこと？こうやってどんどん上に上がっていけみたいな感じかな。ちょ。
ビン玉タッカー。面白すぎるやろこのコース。じゃあジャンプシーノ、ジャンプシーノ、ジャンジャンプシーノ、ジャンジャンジャンブランコが上で何個重なってるのか見た方がいいかもしんないね。1,2,3,4,5,6,78回目かな。8回目でジャンプすればいいみたいな素直に落ちる。だからそれまで連打しろっていうコースなんじゃないかな。1,2,3,4,5,6,7,8 めちゃめちゃ右に連れて行かれるんだよね。だから左を心配しながらしてみちょ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 、誰か僕を捕まえてごらんなさい。まず左に行ってそっから右を心配しながらじゃお先バックレーン。 UFO キャッチャーのアームもこのぐらい強かったらいいのにと思う今日この頃ですね。で最初は遅くない、このベッド最初から速くないですか。すごいよルートさえ覚えてしまえばもうこっちのもんなんよ。だがまだそれがわからん。2回目も3回目もこれより速いってどういうこと途中からメットがいなくなるっていうことが分かった。ここから少なくなる。だがしかし問題ないのさ。皆様お気づきでしょうか、これはねズルができると思います。お前がズルするな。そのチャンスを絶対に見逃さないで。来た、やべ少なくなっちまったけど大丈夫か。はいよった。これで鉄球が来たよな。この鉄球を一個ずつ、これ足りるかな。ジャンプ行け今度はめちゃめちゃ速いみたいな。はいや、はいや、はやすぎゃ。ここまで来たらさ、勘で行くしかないじゃん。矢印を信用していけってか。なんだお前、針がめちゃめちゃ見にくいのよこの辺。わざとそうしてるのかな。落ち着け落ち着け、矢印の通り行けば大丈夫なんだ。やった全自動って書いてたから何もしないでいいと思うんだけど、これを手動でクリアするってできるんかな。あれ、何もならないと思ったらバネが降ってきた。多分ねこっから何もしないでクリアできると思うんですよ。ほらほら、なんかいい感じにいってるじゃん。で左のキノコを取るのかな。このキノコさえ取ったらクリアできそうな気するんだよな。でこっからどんどん右に進みます。時間はたっぷりあるんだ、ゆっくり行けば大丈夫さ。ここのバネに乗らないように。ここめっちゃここでダッシュシーノ、ここでジャンプ、そしてこのキノコさえ取ればもうこっちの番なんだよ。いけ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 、やめてください。上から駆け抜けちゃう。ここでジャッシュジャンプ、いけー、ガリガリガー。このさバネの間をくぐっていけとか無理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 、もういっちゃういっちゃう。でこのブラバの下をくぐっていく。でこれも右にダッシュしてって、いや上から行けばいけるんじゃない。そしてこれダッシュでいけそうじゃない。そしたら僕は手動でクリアだー。